ジグムンと三世時代のセームアウグスト二世時代のセームポーランドリトアニア共和国における全国議会としての政務、ムまたは大政務、ム一般政務ムは16世紀後半から18世紀末まで行われた両院制の議会であった1569年のルブリン合同によりポーランド王国の政務ムとリトアニア大公国ルテニアサモギティアのセーマスが融合して誕生し 黄金の自由として知られる、共和国の得意な合議政体の軸となった。政務は、強大な立法権を有しており、国王といえど、政務の賛同なしに法を制定することができなかった。政務が開催される期間や周期は年代によって変化、したが、2年ごとに6週間行われるのが、一般的だった。開催場所にも変化があったが、最終的に、 首都ワルシャーが主な開催地として定まっていった。議員数は当初上院が70人、下院が50人であったが、18世紀にはそれぞれ150人と200人にまで増えた。採決方式は当初ほとんど多数決だったと考えられているが、17世紀初頭から全会一致が求められるようになった。これはもともと全国の合意を図るための制度だったが、次第に 法の制定に反対する議員によって悪用されるようになり、18世紀前半を中心に32回もの政務が悪名高い自由拒否権の行使によって合意に至れず終わった。この全議員が単独で拒否権を発動できるとする仕組みは共和国の国政を全く麻痺させてしまった。また通常の政務の他にも、 選挙制が確立された1573年以降には国王死後の空域期間に国王選挙を行う過程で投票者の招集、選挙、退官のためにそれぞれ特別政務が開かれた。これらを含めると1569年から1793年までに全部で173回の政務が開催された。 全国議会にあたる政務や地方議会にあたる政務区は、コチェコ語のセホムーベットが語源である。政務バルヌイという呼称におけるバルヌイは、英語ではジェネラル、フル、オーディナリーなどと訳され、日本語では大政務と訳されることが多いが、ポーランドリトアニア共和国末期に開かれた4年政務の別称政務ビルッキーも大政務と訳せるため注意が必要である。 カジミエシュ三世時代の美越百5 6 9年のルブリン合同に伴い、ポーランド王国の政務とリトアニア大公国の政末が統合されて、ポーランド・リトアニア共和国の政務が誕生した。両国には合議制の下で立法を行う伝統があり、それはさらに遡れば、スラブ人の集会、美越に起源を持つ。また、ポーランドでは国王も選挙で選ばれており、 それゆえ王の生前に後継ぎが決定されたり、王が指名した後継ぎが明確な王位継承権を持ったりすることもなかった。このように議会の権限が大きくなるにつれて、シュラフタの特権も徐々に拡大していった。特に王位が別の王朝に渡る時には、シュラフタは1374年の古室の特許上のように大幅な特権付与を王に要求したのである。ポーランドの政務の歴史について、 歴史家のユリウシュ・スバルダフは15世紀前半の全国集会を起源としているが、ヤツェク・イエンドルフは初めて両院制の議会が開かれた1493年の政務を最初とする説を提唱している。さらに、ジーン・ウィー・セドラーは1493年の政務は単に明確な両院制の記録が残っている。ものとしては最古であるだけで、実際にはより古い時代から、 両院制度が存在していた可能性を指摘している。リトアニア大公国で多数の貴族が集結した議会集会としては三百九十八年のサリナス条約締結時と四百十三年のホロドー合同時などが挙げられる。四百四十五年にフロドナで行われたカジミエ州4世とリトアニア領主評議会の間での交渉がリトアニアで最初に開かれた。 セマスとされている。その後、リトアニアは1492年から1582年の長期にわたり、断続的にモスクワ大公国との戦争を続けており、軍を維持するために税収増を図ったリトアニア大公たちは頻繁にセマスを開催した。貴族たちは大公に協力する見返りとして、セマスの権限強化など様々な特権を獲得した。 初期のセーマスは単に国内外の問題や税制、戦争、一部の予算について議論する場であったが、16世紀に入ると一部の立法権を有するようになった。セーマスは何らかの法を制定するよう対抗に、請願することができた。ヘンリクがレジを選出した最初の国王自由選挙政務の権限は極めて大きく、国王の権力に厳しい制限をかけた。 これは、ルブリン号どう前か強い権力を握っていた、ポーランド王国の政務の特徴を受け継いだものといえる。1505年のニヒルノビ成立以降、ポーランド国王は、政務の承認なく、立法することができなくなった。ニヒルノビの条文には、法の制定には、国王、上院、下院という政務内の三階級の同意が必要で、あると記されている。国王が、 政務の承認なしに法令を出せるのは、王の直轄都市、王領の農民、ユダヤ人、鉱山といった限られた分野に対してのみとなった。政務を構成する3階級は、租税、予算、国家財政、外交、貴族助人について最終判断を下した。また政務は財務大臣から年度報告を受けたり、重大な裁判について議論したりし、御社 恩校の権限も持っていた。さらに政務は国王不在時に法律を制定する権限も有していたが、これについては国王の自己承諾を要した。1791年に採択された5月3日憲法によって上院議員の拒否権は制限された。下院の立法権も制限され、国王が上院議員、大臣、その他の役職の任命権を握り、 上院の進行を務め、法の守護者と呼ばれる新たな行政機関とともに新法を提出することができるようになった。政務は大臣やその他の役職者が責任を負う監督機関となった。16世紀までは多数決による採決が普通だった。後にマグナートの力が強まるにつれて、シュラフタの特権として自由拒否権が認められるようになった。 17世紀後半以降、政務は自由拒否権の行使によって頻繁に麻痺するようになり、ポーランドリトアニア共和国の急速な衰退を招いた。地方議会である政務区の権限拡大も政務の能力低下に拍車をかけた。政務の議員たちは地元の政務区の決定に縛られ、自由に法案に賛同することができなくなった。 政務の中小主らふたによる中央集権化を求めた履行運動は17世紀にはほぼ消滅し多数決の原則は連盟政務でしか見られなくなった自由拒否権は5月3日憲法で廃止された1764年から1766年の改革で政務の議事進行が改善された経済、税制などの重大な議題以外では 多数決が導入され、また政務区による政務議員束縛も禁止された。1767年の改革と1773年から1775年の改革によって、政務の役割の一部は選任された代表による委員会に移譲されるようになった。1768年以降、ヘトマンが上院議員に1775年からは、 国家福水党間に含まれるようになった。上院では採決は行われなかった。議題に関する議論が行われた後、国王か最小が多数派の意見に基づいた上院全体の見解をまとめた。5月3日、憲法以降、すべての採決方式が多数決に置き換わったが、重大案件の可決に際しては4分の3の賛同を要した。 上院の座席表1569年のルブリン合同でポーランドの政務にリトアニアの政務区から多数の議員が参加したため会員議員の数が急激に増加した会員議員の任期は特に定められていなかったが実際には彼らは政務区で選出されてから4ヶ月ごとに地元の政務区に政務の進行状況を報告し政務区の審査を受けていたためこの期間ごとに 別の議員と交代する場合があった。下院議員は面積特権を持ち、また彼らに対するあらゆる犯罪は不敬罪に分類された。5月3日憲法では下院議員の任期は2年とされ、その間に臨時政務が召集された際にも政務区で改めて信任を得る必要はなかった。上院議員の大部分は政務区が推薦した中から国王が選任することとなった。 通常、県からは規模に応じて6人から2人、ジェミアからは2人か1人の会員議員が選出された。1569年の直例によれば、各選挙区の議員定数は会員で示す通り、政務は早朝のミサに始まり、最初に議員の義務の確認と政務議長の選出を行う。この政務や、政務区の議事進行を統括する議長の選挙は、17世紀に、 生まれた手続きである。続いて最小が両院に向けて国王の意向を制し、そこから両院は閉会式まで別々に討議を行っていく。決議書はポーランド王国時代にはラテン語が一般に用いられていたが、1543年以降はポーランド語で書かれるようになっている。政務で成立した法は、その政務の憲法として布告された。 逆に言えば、ポーランド・リトアニア共和国において、憲法といえば、それはすべて政務を通過した法のことを指していた。国家基本法としての近代憲法の性格を持つ、憲法は5月3日憲法のみである。16世紀末以降、憲法は印刷されて、国王の印象を押され、ポーランド王官僚とリトアニア大公国のすべての県の評議会に、送付されるようになった。 たびたび憲法の印刷前に国王が微修正を加えることがあったが、これは貴族の強い反対を受けた。ワルシャワ王宮内の旧議場、審議場歴史上多くの政務はワルシャワ王宮で開催された。ただ一部の政務、特に連合成立初期のものは頻繁に開催地を変えており、また1673年以降、3回に1回は、 リトアニア大公国のグロドノで開かれることになった。ここでの開催地は当初はコグロドノ城だったが、後にシングロドノ城に移った。とはいえ実際には148回のセーがワルシャワで行われたのに対し、グロドノでは、いわゆるグロドノセーを、はじめ11回しか開催されなかった。ワルシャワ王宮の中には、三柱の間があり、ここが、会議場だった。 上院の議場は文字通りこの上の木座端にあった。17世紀後半に会議場が拡張され、18世紀中盤には上院も同規模に拡張された。上院議場は開会式の際に上会議員が一堂に会するため、会議場よりも広かった。15世紀中盤のポーランド王国では1年に1回政務が開かれていた。 特に明確な開会期間は定められておらず、国王が次の政務の開会を予告する形で、閉会した。全国政務が開催されなかった場合は、各地の政務区でその時の議題を扱った。1573年以降に即位した国王それぞれが署名を求められた、返陸条項は、国王に6週間の政務を2年に一度開くよう、求めており、 また2週間の臨時政務にといても規定している。臨時政務は国家の緊急事態、例えば他国の侵入を受けて、ポスポリテルシェニエが必要になった時などに開かれた。この政務は全議員が同意すれば会期を延長できた。政務が1年のどの時期に開かれるかも特に定められていなかったが、貴族でもある議員が地元の差配に忙しい農反期を避け、 晩秋や冬の初めに開かれるのが普通だった。5月3日憲法では、政務は2年ごとに70日間開かれるものとし、延長も100日間までと規定された。また同時に、臨時政務や政権政務に関する規定も作られた。1493年から1793年までの300年間に、開かれた政務は240回ほどと推定されている。 ヤツエク・イエンドルフは245回としており、またそのうち192回で新法の制定に成功したと述べている。18世紀初頭を中心に32回は悪名、高い自由拒否権の行使により法制定に失敗した。最後の2回はそれぞれ別の意味でイレギュラーだった。1788年に始まった政務は1792年まで続き4年政務と呼ばれているが、 ここで5月3日憲法が採択された。一方、ポーランドロシア戦争敗北後の1793年に開かれたグロドの政務では、議員たちがロシアに買収されたり脅迫されたりして、5月3日憲法を破棄し、第二次ポーランド分割を受け入れた。スタニスワフ・アウグスト・ポニャートフスキの国王選出通常の政務や緊急時の臨時政務に加え、 国王死去後の空位時代には3種類の特別政務が開かれた。5月3日憲法はワルシャワ王宮で開かれた4年政務及び上院において採択された。国家によらず連盟の下で召集され進行する自治議会である連盟政務は1573年を最初に生まれ、18世紀には自由拒否権で麻痺した全国政務に代わり、 ポーランド政治の中心の役割を担った。緊急時や非常時に召集された連盟政務は多数決制を用いることで議論や採決、立法の効率化と迅速化を図った。選挙政務の大部分は連盟政務で、たびたび大政務の代わりにもなった。ヤつえクイエンドルフは大政務を通常議会と位置づけた上で、連盟政務には以下のような役割、 性格があったと述べている。1792年のポーランドロシア戦争に敗北したポーランドリトアニア共和国は、1793年のグロドの政務で5月3日憲法の破棄を余儀なくされたが、これがポーランドリトアニア共和国最後の政務となった。1794年に起こったコシチュシコの放棄も失敗し、第三次ポーランド分割によって、 ポーランドリトアニア共和国は消滅した。1807年にナポレオン・ボナパルと率いるフランス帝国の衛星国としてワルシャワ公国が建国され、ワルシャワ公国憲法が制定されると両院制の政務が復活したが、1815年の国家消滅とともに再び姿を消した。代わりにロシア支配下のポーランド立憲王国で国王、上院、 会員からなる政務が成立したものの、これは旧ポーランド領域に敬意を払っているという、ロシア側のプロパガンダの道具に過ぎず、実験はほとんどなかった。1918年、ついに創始国の支配を脱して、独立を達成したポーランド第二共和国では、1919年に最初の選挙が実施され、議会内閣制の下で政務が復活した。現在、 政務は、ポーランド共和国会を指す語となっている。上院は、国王の数密院に期限を持つ。上院議員は、以下のように分類できる。1732年の上院大司教や司教、県知事、主要都市の上司は、セナターウイーキシーもしくはセナターウクルツェズラウと呼ばれ、専用の肘掛け椅子に座った。残る議員は、 セナターウマニーホシーもしくはセナターウドラオスコウと呼ばれ、大上院議員の後ろのスペースのどこかに座った。1038年まで、ポーランド王国の首都だったグニエズノの大司教は、ポーランドの主座司教であり、上院では最高位とされ、空位時代にインテルレクスを務めた。1596年まで、ポーランド王国の首都だったクラックフの上司は、 官職として県知事をしのぐ最高位を占めた。これは1117年にボイボガのスカルビミルが反乱を起こして失敗した際、ポーランド大公ボレスワフサンセイクシボウスティが彼の目を潰し、その地位を地方上首のもとに落としたことの名残である。会議員は各地の精密で選出された。ありがとうございます。